パリマラソンにやってきました。ビブス、つまりあのゼッケンがなんと前日までに引き換えに来ないと参加できないと言われ、No information in this area. Yeah. So where should I go? We need to go the departure point. Oh my god. Did you get your number? Not yet. Not yet. So that's why I need to go some information. What is the problem? We don't have the numbers yet. The bib? Yeah. It was yesterday. Yeah. Is there any way to today to get... it's impossible. 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 Impossible today.凱旋だから、ナポレオンが勝利して帰ってくるときをお迎えするために。そういうことですね。すごいっすね。すごいね。あ、マラソンの労働ですね。あ、一応ありますね。とりあえずインフォメーションがどっかにあったんですよね。何が起きたのか説明します。実は大会当日に受け取れると思い込んでいたビブス、ゼッケンですね、なんとこれが前日までに取りに来ないといけませんでした。で、僕らはそのことに当日気づきます。日本国内の大会だとこれがないと参加不可になる、まあ、重要なビブスです。大会運営からメール案内は来ていたんですが、まあ、これフランス語で書かれていたということと、エントリー完了メールを確認し、もう完全に安心しきっていた僕たち。そこで、日本からはるばる来たんだからもうちょっとどうにかしてよとお願いするため、インフォメーションを探すことにします。では続きをご覧ください。このまま、インフォメーションなさそうだ。さっきのボードは外にしかないのか。うん。誰もスタッフがいない。みんなこっち向かっていくのは、でも、向こうがスタート。確かに。Ah, this way. Okay, at this. C'est pour retirer leur dossard. Ah, vous êtes ici. Dossard, montrer pour retirer le dossard. もうたらい回しに。We can do anything. So we just. Yeah, this way. No information in this area. Là. So where should I go? Je vais. We need to go to the departure point. No? Je parle pas, moi. Je reviens. 本当ですよね。やっぱこのスタッフの、荷物スタッフの人が一番詳しいのか。Les coureurs, ils parlent pas français. Ouais. C'est quoi leur dossard? Je sais pas, moi, je parle pas anglais. Did you get your number? Not yet. Not yet. So that's why I need to go some information. Alors, il est où, Philippe? Alifa Bé Philippe. Ouais, je sais pas qui c'est. Oh, thank you. Thank you so much. Dimitri? Dimitri? Ah bah Philippe, il est là. Lequel c'est? Oui. Qui est gueule là? Ah, c'est coureur là. Je ne sais pas, je parle pas anglais. What is the problem? We don't have the numbers yet. The bib? Yeah. It was yesterday. Yeah. Is there any way to today get... it's impossible. 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 Impossible today. Impossible today. Wow. You can try to run without a bib. Ah, yes. Without a bib. Try to run without bib, but today no bib. It's impossible today. Okay. But we have no way to keep my luggage. Yes, I understand. No way to keep. Yeah. But À quel endroit? Donc c'est frangin 9. J'arrive tout de suite. 12 épaules. Ok, j'arrive. What is your name? Ryosuke Imayasu. Oh, Ikeso. What is your name? Ryosuke. Sorry, it doesn't work. My name is this one. 27338. Ah, 今荷物のやつやってくれてるんだね。So, you let this... Okay, this, for the counter. You put this on right. This, okay? Yep. You put on the box, okay. 3, line, 0, okay? Gotcha. And you show this.
Okay. And you say Philip. Philip is okay. Okay. Philip is okay. Philip. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Merci, merci. フィリップあ、そうなんですかいつも俺の人生は助けてるなるほど、フィリップそんなに強いんやなあ、ビブなしで走れるんですね港区シティだとビブなあれ自分あ、はい、東京マラソンとビブなしだと途中で止められる声あ、そうですよねそこはもう野ざらしのやつは OK です、はい、パリマラソンにやってきました、B ブース、つまりあのゼッケンがなんと前日までに引き換えに来ないと参加できないと言われ非常にこう困り果ててどれぐらいですかねもう1時間半ぐらい無駄にしましたがですねフィリップという非常に心あるスタッフさんに救われてゼッケンなしでも走らせてもらえることになりましたということでこれからね来年とか、まあ、海外の大会マラソンよく走られている方は常識なのかもしれないですが無知とは恐ろしいもので本当にこれで体も冷え切り、多分これ3キロぐらい歩きましたねあっちこっちはただい回しにされてなので、まあ、だいぶ遅れましたがゆっくりとスタートして、パリマラソンちょっと楽しんでいこうかと思っていますので、はい、よろしくお願いします、はいはい、もしかしたら止められるかもしれないですねそうですよねまだわかんないですねよくあるマラソンだとねビブスしてないと止められちゃうケースもあると思うんですけど、まあ、最悪この iPhone でこういうエントリーのエビデンスはありますので、はいまあ、そういった意味で、まあ、ちょっと行けるとこまで行ってみようかとあとフィリップの名前を常にフィリ何かあったらフィリップの名前を出すっていうそうですねあとはやっぱりフランスの大会に来て思いましたけどボランティアのスタッフさんで英語を喋れる人がそのフィリップという人に出会うまで一人もいなかったということもちょっと突出しておきたいと思いますと、はい、言語の壁というのと戦いながら今日は頑張ってみようと思いますはい、はいじゃあちょっと頑張りましょう頑張りましょうはい、はい、楽しみましょうだってもう俺らさっき万歩計見たら結構1万歩近くありましたよ走り出す前にやっぱ 1万歩って言うと俺結構1日に歩く全ての量ぐらいなんだけど7000から1万歩ぐらいやっぱ慣れてないから無駄な動きが一番最初にフィリップと会えてたのが最高だったそうですね最強だったそうもいいそうもいいからね、走れましたね。しりとりでもしますか。どこまでいけるんだろう。何ターンまでいけるんだろう。ね。ああ凱旋門賞だ競馬場あれずっと森せっかくパリで走ってるのにずっと森今17キロ過ぎたあたりもだいたいこの辺からみんな無口になってきますねこれねああ膝が壊れた膝壊れるああこれひたすら森でタッションしとるやつおるしパリでマラソンしに来た意味よこれ森が終わらない。ああ、もうほんま膝痛い。あかんわマラソン。舐めてた。ゴール。
Bonjour. キロ地点ぐらい肉離れと疲労でちょっと足が動かなくなってきましたね。はい、最後頑張って3キロちょっと頑張りたいと思います。最後はちょっと走ろうかな、ちゃんとね足が持てば。走り切ったんすか？走り切ったんすか？走り切った。すごいな。途中で22キロの地点で肉離れ、肉離れが起きて、すごいもう休み休み走ってます。結局ごねても何ももらえませんでした。ごねても何ももらえなかった。やっぱねビブスがないと、まあ、勝手に走ってる人とかいましたもん。そう、普通に。でもやっぱなんか、まあ、水かもね。ビブスがないと。めちゃめちゃ並んでるの。マラソン後のジャパニーズ。じゃあ間違えた。どう写真撮った。今井さんは走り切って、僕はハーフで走り切ってリタイア。よく頑張りました。お疲れ様です。嬉しいね、ビール。この一杯がうまいぜよ。スープが違う。これ多分味噌だよ、ね、あ、どうぞ。今井さんのあれめちゃめちゃ美味しそう。いただきます。感想も欲しいです。いただきます。日本のイワシ醤油ラーメン、日本のラーメンと比べて多いので、まあ、スープ行こう。スープ、はい、うまい。うまいっすか。日本でもあんま食ったことない味かも。日本でも日本であんま食べたことない。でも通用する味ですか、うん、通用する通用する。めっちゃ美味しい、なんか焦がし焦がしホニャララ的な、あ、なんか焦がし風味が香ばしいですね。うん、香ばしい。それがまたなんか醤油と相性がいい。いただきます。何ラーメンだっけ。こだわりラーメン。はい、はい、いらっしゃいませ。Thank you. Thank you very much. Merci. 最後の地獄の階段あの家に帰るまでの地獄の階段が足が上がった。痛かった。同人のような